で我々を侮辱してるっていうことで、はい、自分も実行委員長としてちょっと話を聞きたいということで小島さんのマンションに行ったんですよ、はい、お招きいただき本当にありがとうございます、うん、で今日国際大会ということで、うん、いろんな世界のいろんな選手が来てるわけなんですけども、ズバリ一番の見どころといったら何でしょうか。モンゴルの選手は結構来てるんですよ、はい、モンゴルの選手は相撲の世界でもそうですけど昭和の日本人みたいな匂いする、ハグリセル、そうそうそう、今日はカズシ君飛び入りしちゃえば飛び入りね、今日の見どころはモンゴルの選手が見どころ、モンゴルちょっとね、モンゴルの選手を注目して見てみたいと思います。見てるモンゴル、プロレスラーはすごいそこだよ、あ見せるぞ、どこどこどこ、それは本当のプロの選手、はあ、プロレスをしなきゃ、はあ、言ったんですよ、300回、100キロ何年だよ、ちょうどいいや、体力ないから、あなたの試合、白163、馬場さんの最後のレッスン、プロレスの練習、本当にすごい。お前らフラフラとったアメリカジャケット巻いてたんだ、首持ってかってな、一緒に練習する、出たら強くなる、20年間プロレスやったから、お願いします、力、若き竹丸先生が小山先生とベンチプレスして、鍵3本。続きまして34試合指で歩いて高速ガラス阪神一般の部57キロしかない鉄拳ナンバー170番すごい選手エリック・ペシュリ選手、今の体重の買い上げなきゃ鉄拳ナンバー172番本郷ひろき選手、なんかこんな感じだったのかな、これは喧嘩したと2人一気にやられたよ、170番エリック・ペシュリ選手、新コンボまでお願いします。カラー販売、技なんか入ってないから、チャンピオン取って、ここまで来たからな、もう一歩上に出てくる、近くでな、同じ三段取った、三段ってもいいよ、頼んだよ、お前の棚のやつとか体力、スタミナとかテクニックとか、ここやらないと強くない、一気にな、小山選手は体力半分上げる。続きまして5番、阿部光さんの選手、父ちゃん今年は何が決まります。ちょっと俺の気に預けて体力不足でプロレスラーの練習をいくら強くなる、今のままだから行ってよ、まだ同点かもって言ったら、奥さん、お母さん同点じゃないですよ、僕は同点じゃないから、ちゃんと守れよ、よろしくお願いします。今、82番、日野智香選手、So, where are you from? Australia. Australia. Oh, how long do you karate? 8 years. 8 years. 8 年間karateやってる。Australia. 頑張ってください。Competing. Yeah. Fighting. Os. 2. そして、2勝。Thank you very much. Os. Karate.
回で何回かさ、ハンバー、手前にやってんの。あ、そうです。イルスキーのベシリ選手。あれもそろそろ。白、絶景ナンバー172番、元木選手。あれで見てんだから。あ、すごい。かぶれちゃうんだ、いつ。どっかに合ってんだろうな、何回。審判を見て喜んでるの、おかしいっていうことになったので、はい、我々を侮辱してるっていう、はい、自分も自分はどこに東久留米だかどっかに町長があるんですけど、はい、そこへ行って、はい、待ってたんだけど誰も出てこなくて、はい、あ、東久留米のマンションまで行かれたんですか。そうです、そうです。ただ委員長としてちょっと話を聞きたいということで小島さんのマンションに行ったんですよ、はい、一番上に1階しかないから、はい、彼の部屋が明かりがついているっていうのが分かったんですが、はい、ピンポン押しても出てこないんですよ、はい、しょうがないから僕名刺に封筒を入れて書いてお話がありますので、はい、よろしく電話をくださいということでもらったんですよね、はいはい、あの小島さんの方から誤りの電話があったんですよ、はいはいはい、1分間のやつで2分間、はい、昔の携帯今の留守番電話、留守番電話、本当に申し訳ありません、皆さんにはご迷惑をかけるつもりではなかったんですよ、はい、実はお葬式があったりなんかして出たり入ったりしてて忙しかったんです、はい、それでもしあの何もなかったとしてもあの社にはおりませんでしたってはじめたこと言ってるんですよ。でそれが1回切れて、はい、それからもう1回電話があったんですよ、はい、それを前の電話にはあの録音ずっと取ってあったんですが、はい、あのドコモに帰った時にちょっと移動できなくて、はい、うん、だからその時にこいつおかしいなっていうことで、はい、あのみんなで炎上商法っていうんですか、はい、ああいう人たち、はいはいはい、わざとやって我々も何やってんだこれってやると書かれちゃうので、はい、だからやることをやめて、はい、あの黙ってたんですよね、はいはいはい、ところがまた最近 YouTube の何かで、はい、僕は知りませんけども、うん、そういうことがあったのでちょっと話を聞きに行けっつって館長が、総帥が館長に言ったわけですよ、はい、で僕もそういうあれがあったので、はい、一緒に行きませんかとか言われたんですけど、はい、もう少しで多分行くと思うんですけど、ね、ただ出てこないでしょうね、我々が行くとビビっちゃうんですよ、声なんかでも本当に震えてて僕の携帯で、ね、あんなことがあったにもかかわらず何かまた、だから統合失調症っていうんですか、総帥も言ってたように統合失調症があるから悪いやつを相手にしてもしょうがないということなんだけど、館長の腹の虫が収まらない、総帥の腹の虫が収まらないから行ってこいというふうに館長に言われたんですよね。本当にね、卑怯なやつでペンの力でいろんなことを言ってしまう、いわゆるペンゴロというやつです。ペンゴロって言うんですか、本当にね、僕だって自己委員長の時にこんな型も知らない人間が、型の知らない師範が採点をやってるっていうのがバチーンってきたんですよ、本当にちょっと総帥から電話がありまして、上野君乱暴な口とか、そういうの聞くなよ、あいつがすぐ警察に電話して近所の人に迷惑かけないようにな、ということで静かにピンポンとやってたんですよね、それでも出てこなくて、次の日に留守番電話が入ってますよね、びっくりしたんですよね、なるほどですね、本当に、ね、統合失調症ってのは合ってるんじゃないかと思うぐらい あの人は言うことがおかしいんですよ、ね、あ、なるほど、そういう場面はいろいろあります、後楽園で話をさせた時もめちゃくちゃ長くて時間が短くって人の方に言ったんですけど、そっぽ向いてこっちの方で話するし、話するのが好きなんですね、そういうことがいっぱいありましたね、だから本当は相手にしたくないんですけど、どういうふうに対処していいか、我々は武道家なんで隠るわけにもいかないし、なかなかそういう実力実行主義っていうのはできないんですよね、待ってるしかないんですよね、あ、ね、今度も総帥がそういうふうにやれっていうのであれば、あの行きますし、行って何らかの足跡を残して来たぞということで、はい、というわけです、はいはい、あの小島が本当に統合失調症であるという証拠、はい、でもみんなに聞かせたんですよ、市販の連中には、あの聞かせたの、あれこれビビってんじゃんとかって言いながらやってたんで、声震えてたんですか、震えてたんですよ、で1分間しか僕は録音できる時間やってなかったので2回にわたって来たんですよ、だからよっぽど懲りたのか、びっくりしたのか、びっくりしたのか、まあ、僕はおとなしくちゃんと紳士的に書いて、そうなんですか、ちょっとまた詳しく今月、はい、よろしくお願いします。
この後の試合、畑田愛香選手の入場です。準優勝